時は1573年、世はまさに戦国時代真っ只中のことでございました。現在の愛知県東蒲郡飛鳥町付近に飛鳥七条という城がございました。飯盛山城、真弓山城、桐生城、鳴瀬城、城山城、大観音城、臼杵ヶ峰城、その中でも鈴木重直が治める桐生城には、それはそれは美しい姫がおりました。姫が生まれた5月は芍薬が咲き乱れていたので、芍薬姫と名付けたそうです。美しいだけではなく、活発な姫は時折城を抜け出しては野口の里に行き、村人と触れ合う日々を過ごします。誰にも分け隔てなく接する姫を村人たちはまるで女神のように慕っておりました。そんなある日のことです。いつものように城を抜け出し野口の里まで来た折に、急に喉の渇きを覚えた姫。誰かおりませぬか、水を飲みたいのですが。ちょうど飯田街道のそばにある水流の井戸の前でございました。井戸に走る家臣、毒味を済ませ家臣が差し出す柄杓、一口水を含み、冷たい。あまりの冷たさに驚き目を閉じます。目を閉じた瞬間でした。真っ白い霧に放り出された姫、不安そうに周りを伺います。霧の中に何者かの動く気配が。わらわは桐生城城主鈴木重直が娘芍薬姫と申す者じゃ。そこにおるのは誰じゃ。霧をかき分け出てきたのは、燃えるような赤い髪の毛、青い瞳の若武者。私は水流と申す者でございます。姫にお見通りするために水源郷より馳せ参じました。はて、水源郷とは聞いたこともないが、どこじゃ。水源郷はこの水流の井戸からつながる黄泉の国。水は黄泉の国からこの世に降り注ぎ、大地に染み込み、また天に帰ります。水はすべての命の源でございます。黄泉の国か、どんなところじゃ。わらわも行けるのか。黄泉の国は争いのない国、人々の差別もない国、愛のあふれる国でございます。この世は地獄と同じ、この世で良きことを重ねなければ、決して黄泉の国には参れません。わらわも争いのない平和な国を作りたいと思っておるのじゃ。戦国の世は弱き者が犠牲になってしまう悲しい世の中じゃ。神から授けられし心を持つ姫のようなお人がこの世には必要なのです。姫は人々に優しき心を教えてくださりませ。水流はいつ何時も姫を見守っております。ささ、この宝玉をお持ちくだされ。というと、水流の長い指に挟んだ青い光を放つ宝玉を手に握らせました。これは何でございますか。これは僧侶の玉、私を呼ぶための宝玉でございます。どんなことでも叶えることができます。何でも叶うのですか。はい、しかしこれを使うときは最後の最後でございます。姫のお命と引き換えでございます。なんと、わらわらの命と引き換えと申すか。その言葉を最後に、水流が
姫の額に手をかざします。一瞬にして闇に包まれ、姫は気が遠くなります。目覚めた時は先ほどの井戸のそばに倒れておりました。姫、姫、おお、気づかれたぞ。わらわは、わらわはどうしたのじゃ。お水を飲まれてその場でお倒れになりました。そうか、夢であったか。まこと不思議な夢であった。ふと右手を開いてみると、僧侶の玉を見つけ、ハッとする芍薬姫。燃えるような赤い髪の毛、透き通るような青い瞳の若武者を思い出し、特に胸が高鳴る。せめてもう一度だけ水流様にお目にかかりたい。その頃、甲斐の武田信玄は風林火山の旗印のもと、宿敵織田信長を倒し、京へ上洛せんと進撃を開始したのです。風林火山、早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、うろかざること山のごとし。足利七条に迫り来る武田騎馬隊2万5千、攻めぬくい山城とは言っても小さな城、ひとたまりもなく炎に包まれる。